ティモン・クボ、タケフサ、日本代表でトップ下起用矢印コレイ・トウ・ジュンヤ・シダイナ・ケンウ。トップ下の序列どうなってる？タケはどう見てもサイドの選手と思うんだ。意図次第、伊藤が帰ってこなければ久保が右だろう。帰ってきたら久保はトップ下でサブにはならないよ。森保監督的には、右サイド伊藤堂安相馬久保だよね。タケはどう見ても右サイドの選手。誰でもわかるのに4231だと率ねじ込めないからめちゃくちゃになるんだ。小今と序列で言えば竹滝候補者なしが現状じゃないか。理想や願望はいろいろあるだろうけど今年入ってからの実際の使われ方的には上気で間違いないかと。伊藤がいなくなっても堂安に右サイドを取られ、トップ下に逃げるも滝かまで埋まってる。右は伊藤が使えるなら伊藤が一番って、森子は伊藤死んじゃう。今のメンツでトップ下が欲しい場合は鎌田か久保かしか選択しないと思う。他には無理やろう。結局鎌が潤滑油で森と綿だけだとアジアカップになる。では置いてもいなくても変わらないから文通のままならザルツ側でいい。鎌ボラは4バックだと無理だと思うんだ。綿が相方にいてかろうじてなんとかって程度なんだ。3バックなら森鎌でもいける。久保は今の日本代表では絶対的な選手ではないから、長の選手がいる時の穴埋め要因にちょうど良いんだよ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。